心診療所チャンネル精神科医の視点、今回はいじりについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。相手を揺さぶるようなことを言うなどして、その反応も含めて場を活気づかせようとするいじり、一方受けた側がまるでいじめのように感じて心に強いダメージを受けという相談も少なくありません。今回はこのいじりについて見ていきたいと思います。まずいじりとはということですけれども、これは相手を揺さぶる形での介入ということになります。少し詳しく見ていきますと、これは相手を揺さぶる形での介入を行いまして、それで引き出される反応も通じて相手を助け、関係、雰囲気の改善を図る方法ということが本来です。ここで揺さぶる介入の例として見ていきますと、まずはその相手の特徴への言及というところ、あとは相手の意外な趣味などへの言及をするというところ、あとこれはちょっとリスクあるんですけど、相手の前失敗したことへのちょっと冗談的な言及をするということはあるかもしれません。で、健全ないじりの条件というのは大きく3つあると思ってまして、まずは互いが対等であるというところ、上下ではないというところ、そして互いにやり取りに同意をしている、させられるんじゃなくて積極的に同意をしていると、そして互いが互いを尊重している、まあ、これは信頼関係というも言いますし、まあ、リスペクトとも言うかもしれません。一方で悪いいじりの例を見ていきますと、まずこのいじる側がいじられる側を見下している、上下関係ができてしまっているという場合です。あとはいじられる側が本当はやりたくない、一人になりたくないなどでやむなくやってるけど本当はやりたくないという場合があるかもしれません。あとはどちらかもしくは両方に信頼関係が欠如しているというところ、まあ見下しているもそうですし、もう信じられていないということもあるかもしれません。ここでまあ信頼関係という話があります。よくあのいじりには信頼関係が必要という話があるんですけれども、ここで大事なのが、信頼関係というのはあくまで互いが自発的に相手を信頼しているというところ、これはいじる側が相手をバカにしてたらこれうまくいきませんし、でいじる側が信頼関係あるよと言っていても、いじられる側が実はもう強制的にやらされていると感じてしまっているのであれば、これは信頼関係ではないということになります。続いていじりといじめというところを見ていきます。本来は目的など違うんだけども、時に混同されるというところになります。いじめとはというところを見ていきますと、これはもう固定された上下の役割の中で、一方が相手を攻撃して揺さぶるということを繰り返しやっていくというところで、する方はある種ストレス発散かもしれませんが、される方は心身に大きく打撃を受けるというものになります。本来はいじりといじめは別物というところ、いじりといじめの違いを見ていきます。まずいじりというのは本来は相手の助けをするというところが目的というふうに本来はされます。一方いじめはもう相手をダメージを与えるのが目的です。そして関係性としては、いじりの場合は本来は対等だから、片方がいじったらもう片方が逆にいじるのも本来はあり、ただいじめになるともう上下関係一方的なものになってしまいます。そしていじりであると同意があると、いじめに関してはもう同意なく強制的にやるものになります。そしていじりに関しては、相互互いの尊重があるというところがあるんですけども、いじめだと尊重はないということです。で、実際には似てしまうことがあるというところです。実際の良くないいじりの例というところを見ていきますと、まずは役割が固定して上下があるというところ、いじるかいじられるかが固定しているとちょっとこれは違うんじゃないかって話です。そしていじられる側がやむなくやっている、立場が弱いからそこでやっている、それに応じないともっと不利になるからやむなくやっているなどのことがあれば、これは良くないものだと思います。あとはいじりによって相手が傷ついているというところ、これはどうしてもいじりもいじめもある種相手の介入というところがあるので、それで相手が傷ついていたらもうそれはやっちゃいけないということになります。もうこうなってしまうと実際はほぼいじめというところになってしまいます。でよく比較されるのが芸人さんのいじりの話なんですけれども、これ確かにテレビなどを見た時、一見その上下関係があるように見えることはあるんですけれども、これは大体打ち合わせをしてますので舞台裏では違うということはあります。そしていじられる側に関してはもう一種の職業芸としてもういじられるということを、もうそれをもう芸としてやっているというところです。そしていじりによって本質的には相手を立てるというところ、これ実際そうなってない場合もあるかもしれませんけれども、本来だとそれによって相手を立てるというところです。相手を落とす目的じゃないというところです。
で、ここで補足として、その現実として感じるところとしては、いじめの代替案としてのいじりというのが出てきてしまっていることは、現実的にはあるかもしれないという話です。以前はかなりいじめの問題ということがありました。その結果、いじめに関してはかなりその防止するいろんな法制度であったりとか、もう教育レベルでもいろんな監視などが強化されたというところがあります。そのため、表立ってのいじめというのは、減ったかどうかありますけど、少なくともやりづらくなったというところはあるんだと思います。ただそれを形を変えて、もっとマイルドな形で、そういうふうに指摘されない形でいじるとして同様のことをするということは、確かに抜け道的に出てきてしまうことはあるんじゃないかというところはあります。そして、悪いいじるはある種マウンティングと近いというふうにイメージとしてあります。そのいじりということを通じて相手を支配しようとする、そして相手を落として自分が上というふうにやっていく。なので、結果として相手を尊重するんじゃなくて、相手を侮辱するというところになってくる。これは本来のいじりとは、表面的にやってることは同じでも、全く本来目的だったり内側の営みは異なってきます。こういう悪いいじりなら、もう絶対しない方がいいというところがあるんだと思います。次に、本来あるべきいじりを今一度振り返ります。本来は相手を助ける行動というところです。本来あるべきいじりを見ていくと、相手の尊重と信頼を土台として、一見相手を揺さぶるという介入を通じるんですけれども、それは相手を助けるという目的であって、かつ関係性であったり、その場の雰囲気というところを改善する、そういう改善のための介入というところです。そして本来のいじりの効果、うまくいった時の効果ですけれども、例えばその場がちょっと加熱しすぎている時に、ちょっとクールダウンして正常化するということだったり、あと非常に冷めた感じになってしまってたら、それを少し加熱してバランスを取っていったりとか、あとは相手の意外な魅力を引き出して、それを周りに周知していくというところ、こういったことが本来はあります。本来のいじりに求められるスキルというところですけど、これはかなり実は難しいってところです。高度な、まず謙虚さというのを求めます。もう見下す系が入ってしまうと、もうまずいじらせるしない。そして高度な観察力。相手のいいところはどこか、表面だけを取ってやってもまずうまくいかないというところがあります。そして高度な発信力。発信するっていう、まず能力も必要でしょうし、それをどういうタイミングで、どう傷つけないけど相手を上げる形で発信するかというところは、非常に高度な技術が求められると思われます。なので、これ非常に、本当にそのあるべき姿にできたら、実は結構いい部分はあるんですけれども、非常に難易度が高い。なので、もうこれをやりきれないんだったら、もう逆効果になってしまうリスクが非常に高いので、いじらないのが無難だと思います。続いて、不本意にいじられたらというところです。もう不本意の段階でいじりではないということです。この不本意ないじられというところを見ていきますけれども、これはもう、先ほどの定義を振り返れば、不本意という段階でもう相互同意が成立していませんので、本来のいじりではありません。本来嫌なことは拒否する権利があります。これはいじりに関しても同様です。で、それが何らかの理由で困難だったら、それは事実上強制的な上下関係で傷つける営みですから、いじめの状態だということがあると思います。じゃあどうするかというところですけれども、主な対策としては、4つあるかと思います。1つ目は、距離を取るというところ。2つ目は、不当な扱いを拒否するというところ。3つ目は、逆に堂々と乗っかるというところ。4つ目は、環境調整というところになります。まず、距離を取るというところですけれども、その環境から、集団グループなどから、まず離れるというところです。で、一番現実的に、うまくいきやすいのは、他のグループに入るというところです。そうすると、孤立しない形でグループ間で距離取れますので、一番いいんじゃないかと思います。ただなかなかそれは現実的に難しいこともあるので、その時はちょっと別の方法を考える必要があります。2つ目が、不当な扱いの拒否というところです。本来はいじりというのは、お互いの同意がなければ成立はしないというところ。なので、これは同意ができなければ拒否する権利というのは本来はありますし、それは嫌なのですからした方がいいんじゃないかという話です。ただ、これは困難なことがあり得ます。
もう困難であればそれはいじりの表面的な形をとって本当は違うものになっていますので、それはもう一種のいじめ的なものというふうに割り切りつつ他の対策を考えていく必要があるかと思います。で、三つ目としては、まあ、ある種これはちょっと難しさもあるんですけど堂々と乗っかるという話があります。先ほどテレビの例を見るといじる側がいていじられる側がいて、ある種いじられる側がもう思いっきりやりきってしまうことでむしろいじられる側にフォーカスが当たるというところがあったりします。なので逆に、まあ、ある種そういうふうに議員さんのようにもう割り切った上で堂々と乗っかってみるというやり方は一つあるかと思います。これ確かにうまくいけば立場と注目が逆にいじられる側に行きますので、そうするとその上下関係も崩れることは逆に期待できるところはあると。ただリスクはあります。なのでうまくいかなかったらちょっとそれは現実的に難しいという場合は他の方法を考える必要があります。4つ目が環境調整になります。実際その今の3つの方法がうまくいかないとき、いわゆるまあいじめに近い状態だと思われます。そういうときに関しては、まあ、まずはその、まあ、学校とに相談するということはあるんだと思います。ただ先ほどのように明確ないじめでない場合なかなか対応が困難なことというのは現実的には少なくないとも聞くところです。まあ、そうなったときに、まあ、もうそれであれば本当に辛ければ学校行かない、不登校を選ぶというのは一つの選択肢になっています。まあ、それもいろいろあるんですけど、ただそれでも本当メンタルを壊してしまうよりはまだ不登校の方がいいんじゃないかという話はあるわけです。その中で、まあ、現実的にはもう転校などもう環境を変えるというのも、まあ、選択肢の一つになってきます。まあ、これもなんか納得いかないところはあるんですけれども、ただ本当メンタルを壊してしまうよりはというところの選択肢の一つということです。今回は精神科医の視点、いじりというところで見てきました。このいじりは相手を揺さぶることでの介入になります。本来は相手を立てて関係や雰囲気を改善するものという定義のはずです。一方現実のいじりの多くはマイルド化したいじめに近いことが多いです。で、それであればもう基本的には拒否する権利があるというのが非常に大事な要素だと思います。そして不本意にいじられてかつ拒否や距離を取ることは難しい場合は逆にまあ乗っかってしまうというのも一つのやり方であります。ただそれも難しい場合も少なくはないです。その場合はもう不登校や転校も含めた環境調整というのも心を守るための現実的な選択肢の一つにはなるんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。